Get ready for the next battle. はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハオです。レボリューションですね。まあ、いつも通り、ね、申し訳ないですけども、今回はちょっとリーばっかりですよ。ちょっと音は、音の修正ができない。まあ、いっか。この方は、ステータスはどんなもん？覚えてない。覚えてないです。画面をさっき見てたんじゃないのかっていう話だけどね。パワー系か。まあ、下手な横移動は、ね、こういうの見てるとさ、やっぱり横移動する意味あんのって思うよね。まあ、リキは特にね、横移動に弱いらしいんだけど、一瞬遅れれば横移動がね、当たるんだよね。あとはそう、コメントありがとうございます。起き上がりね、起き上がりはどうしましょうかね。困ってるんですよ。いろんな起き上がりをした方が、下段はね、見えない。あ、多分ね、ブライアンの下段ね、もう見えてないですよ。 80% の確率で多分見えないと思いますね。で、昔やってた前々ガード、ダッシュガードを今更思い出したので、まあ、いずれやろうかなと。まあ、タイミングがずれればね、前々ガードしても突っ飛ばされると思うけど、見てからガードできるかな、自信がないな。やっぱでも開幕やるんだったら開幕横移動、あとはなんか軽めの技をガードさせて横移動がいいよって、初めのうちはって書いてあったけど、どうなんですかね。軽めの技ガードさせたら暴れていく方が良くないですかね。まあ、重めの、技をガードさせても俺はせ、暴れていくけど、さすがに暴れないか。さすがに重い技は暴れないか。せいぜいプラス5ぐらいまでかな。それにしてもやっぱりリリーが多いですしね。まあ、キャラクター自体少ないんで、で、じゃあポールじゃなきゃ誰使うのっていう。まあ別に、フェンでもドラグロンフでも、誰でもいいと思うんだけど、あれかな？下段が強いのかな？リリーは。使わないんで、わかんないです。あとは、ジャンプステータス技が、あったりする。少なからず D のマズルカブリリアントローゼ、あれはジャンプステータス技はあります。確実に、ないものなんてね、思う必要はないですね。あのジャンプステータス技はあります。あとは運びだよね。全然なんだよね。もしかして、いや、もしかしなくてもかな。空間認知能力的なものが必要ですかね。ここまで運んだらいいだろうとか。まあ、このステージの構成っていうのをほとんど覚えてないんですよね。ここだったら、まあ、アシンメトリーな、だからこれアシンメトリーな、ステージ嫌いなんですよね。不公平というか、公平じゃないしね。もしステージセレクトとかするんだったら、俺は壁ありかなしの、シンメトリーな場所しか選ばないですね、多分。バルコニーブレイクがあれって、かつ
あれかな、奈良かな、日本の、うん、いろいろステージでね、特殊なあのステータスがついてるとどうしてもなんか形がおかしくなりがちだからあんま好きじゃないんだけどね。例えば鉄拳7のステージがまだ1ステージだったかな、あれ 2,3 ステージあったかな。もうバルコニーブレイクばっかの、床破壊か、床破壊ばっかの、あのステージとかよくわかんないのがあったけど、やっぱ1,2になるとどきついね。ボタン押して 0.5 秒後ぐらいですかね、やばい、うん、これで自分から攻めるのはね相当つらいね。じゃあ攻めないですかって言ったらそんなことはないんだけどね。やっぱりレボリューションはチキンとかはないのかな、誰もついてないところを見ると多分ないんだろうな、残念ですね。まあ壁登り反転攻撃にこだわる俺じゃあすぐついたり消えたりするんだろうけど、うん、やっぱり回線が悪いアスカは恐ろしいっていうか、うん、膝だな、うん、でね、この方がねとにかくあんまり来ない、ほらね、これ来ないんですよ、来ないどころじゃない、動かないんですよ。で動かなくてこの技をもう適当なところで入れていく感じなんで、あーもっと俺が考えて動けばよかったかな。結構お手軽だよね。別にリーの技がお手軽じゃないかって言ったらそんなことはないんですけどね、全然。ミストステップじゃなくて、なんだっけ、切り替えていけばね、いいだけなんで。おお、録画がバグった、大丈夫か。で、タグ2ですね。今回は申し訳ないんですけど、リーだけですよ。前回もそうだったっけ？これもね、あれ？これは回線が悪かったのかな？回線が悪いわけじゃなかったのかな？ちょっと不可解なね、動きがあると思いますが、まあ、そこは、説明します。アスカのさ、アスカとか、ジンのデビルジンの2択1234段目に中段か下段の2択の技があるじゃないですか。なぜかここでなんか相手の人が止まっちゃうんで、なんか止まるの好きじゃないんで、俺も、うん、相手が動くまで結構待つ派なんですけど、どうですか皆さんは。ところ構わず下段をねぶち込んでいきますか、投げを入れていきますか。まあ、自由ですけどね、そこも。あ、もしかしたらね、動かないっていう戦法かもしれないですしね。その辺は、ちょっとわかんないですね。確かこの人は回線は通常だった気がするな。ただちょっと心配になるんだよね。もしかして回線が、悪いんじゃないかとか。仮にある、やっぱ、回線がいつまで経っても直らない。治らなかったらしょうがないけど、すぐ待っては治るようだったらマジで動かないですね。動かないっていうか一歩引いて2、3歩引いて一歩か2、3歩か分かんないけど、ね、引いてちょっと様子を見ますね。で相手の方も殴ってこないんで、まあ、多分お互いちょっと様子を見てるってことなんじゃないですかね。そのあたりね、息が合うと嬉しくなる。どうもなんかやっぱ鉄拳ね、鉄拳じゃないか、まあ、今年入ってからじゃないかもしれないけど、すごい回線がね悪くなったのはそのタグ2とかのせいじゃなくて、プレイステーションネットワークが
おかしいんだって、もうずっとね、誰ですかあの人、偉い人が言ってるんですけど、その割に、いつまで経っても、まあこのプレイステーションネットワークさんはいつまで経っても改善してくれないんですかね。それとも一生懸命やってくれてるんですかね。まあ仕事に、ね、なってくると、ね、一生懸命頑張りましたじゃ済まされないところありますからね、悲しいぐらいですけど、こんなクソ、おっとね、あんまり回線が良くないところでお金取るようじゃね、世話ないですけど、まあまだね、あの PS3 はお金取ってないんで平和ですけどね、お金取るようで回線おかしいんじゃちょっと辛いですよね。うるさい人がすごいうるさくなりそうですよね。保証せいやって、ちゃんとしやってあるわ。まあ、あどうかな、わかんねえな。さて、起き上がりですね。起き上がりね、相手の動きを見る場合、大丈夫か、相手がどういう人かにもよる感じじゃないですかね。俺の動きを見てから動く人はやっぱ無理じゃないですか。やっぱ的確な、なんだろう、置き攻めをねしてくるところ、何度かやっぱ食らってみないと、ね、同じ動きを誘っていかないと俺は無理じゃないか。マジでさ。ちなみにこの方は昔俺やったことありますね。オーガのね、動きに見覚えがあります。既視感がね、あります。確か、逃げで使ってたような気がするしね。ずいぶん前だけどね。ずいぶん前でも、まあ、なんか、階級同じじゃ、俺と一緒かっていう。で、起き上がりか。そうだな。でも、やっぱ声にさ、下がるような人でしょ？前に出ざるを得ないね、俺は。捨てる必要はないのか？でも俺は前に出たいな。嫌いなんで。うつ伏せ？通常のダウンじゃないと、オーガの、ワープはできないのかな。あのワープにはどうもよくインバーテッドアクセルとかうまい具合にね入るんだけど、一生同じかな。相手の人も同じ動きするのかな。ちょうどブライアンが出てきたんで、ガードするかどうか分かるんじゃないですかね。多分あるもね、あ、ちょうどいいやと思っていたはずですよ。ここで俺の見えたのか見えてないのか分かると、多分見えてないはずなんだよね。もしくは撃たれてないかですか、どっちかだね。今のは許されるかな。もう技で避けられたもんね。で、よく食らっていたっていうか、さばけなかった、吉光の、いきなり吉光の話だけど、吉光の立ち上がり、左パンチかな。剣の塚で殴ってくる技、あれがパンチ判定で、さばけることが分かったので、次回以降、あの技を食らったら、必ずさばきます。さばけなくても動画にはします。
見えてないですね多分。なんか自分でレバーを入れた記憶がない下に。で、あとブライアンの、レバー的に言うと 3LP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 ガトリングなんとかだったかな、あのダッ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 って言いながら、まあ、最後右ブロー ボディーブローを入れるか入れないかは、まあ、ご自由なんですけど、あれが連続では、ね、最速だとさば、けないんだけど、少しでも間を置かれるとさばけますので、次回以降さばいていこうと思います。さばけなくても動画にはします。ちなみに今は、さばこうとしました。もしガード不能が来たら多分さばけなかったと思います。技を食らうと確か一撃死なんですよね。100いくつ180以上食らうのかな、200ぐらい食らうのかな。鉄拳の HP がいくらだったっけ、181だから180点ぐらいしかないんだよね。で、まあ、即死攻撃なんだよね。置き攻めもまあいろいろこのカモーンのね置き方から結構考えるんだけど、あんまり有効なのはないですかね。ちなみにあるはタイムアップ狙いで逃げるとかはもう絶対嫌いなんで、俺はやりません。相手がやってくるなら構わないですけど、まあ、タイムアップ狙いでもしやるんだったら、ね、前に出るしかないですよね。前に出ても一生俺が攻めるのが最大の時間稼ぎとしか思わないですね。さすがにきついかな。俺が引くのはまず引けないしね。山捨てかあれできないしね。そういや鉄拳7だと横移動がなんかすごい弱くなったっていう話を聞きましたね。よかったですね、アルちゃん。うん。でだな。次はなんだ。何か喋ることあるか。鉄拳7についてはでもないかな。やってないからね。なかなかちょっと行く日がなくてな。次いつ行けるかな。4日、あ違うんだよ、俺医者行かないといけないんだよな、耳鼻科にさ。多分ねちょっと鼻炎すごい悪くしてる気がするんだよね。ヤッフー、その技かっこいいね。結局今回は一度も捌くことはできませんでしたね。そして捌く機会で絶好のタイミングでの技をお目にかかることもできませんでした。まああの動きだと怪しいですけどね。さあ最終戦ですね。レオなのでとにかくフロントキック、基本フロントキック、で改めてちょっとフレーム調べたら、あの10連の一発目左、3LP これですね。今の技もうフロントキックも技の出の速さは同じだったんで、でもなぜか当たりやすいのはフロントキック。まあリーチが長いのか、一番最初の打点が下に強いのか、まあとにかく信用性はフロントキックの方が高いんで、まあ、初手はフロントキック一択でいいですかね。うん、多分爆死でされると、バックステされると多分10連の一発目じゃね届かない気がするんだよね。でさ、ここでさばきゃよかったんだよね、パンチされてんだから。全然頭が回らなくて、なんだっけ、壁登り反転攻撃することしか頭になかった。全く起点が効かないんだよ。で、まあ、引かれても、
バグ捨てでね、あの距離取られてもこっちもヒットマンスタイルで多少ほんの少し、まあ、距離取れると思ってるんで、まあ、10連よりはいいのかなと。もうちょっとね、あの10連がさ、もっと伸びてくればいいんだけど、1、2、3、パス目ぐらいで。あ、そうだね、鉄拳7でも10連がまだ生きてるんで、10連のシステム自体が。新しい技来ないかな。新しい技っていうか新10連コンボ、なんかすげえかっこいい技10連でやってくんねえかな。この技さ、 10連っていつからあるんだろう。鉄拳その10連ができた当初のマーシャルローの技なんですよ。10連が美しくないんで変えてくんないですかね、マジで。もう2発目ぐらいから変えてくんねえかな。ちなみに今回のは香港の方だったり韓国の方がちょっと多かったみたいで、まあ、深夜帯だとあんまり日本の人がいない、寝ちゃってんのかな平日だからね、あれなんですけど、まあそこまで辛いかなっていう感じはなかったかな。どう起き上がってもさ、俺瓦割り食らっていくからさ、ちょっと悲しくなるんだよね。あ、ご視聴ありがとうございました。